イニュエンドーはイギリスのロックバンドクイーンの14枚目のアルバムである。ボーカルのフレディ・マーキュリー・ゾン・メージにリリースされたという意味においてクイーンの実質的ラストアルバムである。各曲の作曲者は1曲を除きメンバー全員がクレジットされている。これは前作ザ・ミラクルからのやり方を踏襲するもので個人での作曲クレジットによる印税の分配での トラブルを回避する役割と作曲方法を個人の作業ではなく各人が持ち寄った素材をセッション形式で仕上げていく方法が取られ始めたためで一つの曲を完成させる過程において複数の曲のモチーフをつなぎ合わせる作業も行われていたことがデモ音源などで確認できる実質的なラストアルバムであることから リリースの10ヶ月弱後のマーキュリーの死という要素を切り離して評価することは難しいが、イギリスではチャートにおいて初登場1位を記録するなど、1980年代初期のアメリカを意識した音楽性からヨーロッパ的な音楽性の回帰が歓迎された。本国イギリスでは5曲がこのアルバムからシングルカットされ、チャートの上位へ達する。イニュエンドーのジャケットの原作に用いられた。 JJ グランビルのウンオトラモンドアルバムジャケットは19世紀のフランスの風刺画家 JJ グランビルのイラストジャグラー・オブ・ナ・バーセスが使われアルバムのアートワーク及びこのアルバムからのシングルのアートワークにもグランビルのイラストが使われたアルバムのインナースリーブ写真収録曲のプロモーションビデオなどは衰弱の進むマーキュリーの病状を隠すかのように厚めのメイキャップ モノクロームやアニメーション、ご処理を施したものが対応されている。イニューエンドーイニューエンドー狂気への助曲。I am going slightly matte, headlong, headlong.I can't live with you.I can't live with you.Don't try so hard.Don't try so hard.Lide the wild wind.Lide the wild wind. 神々の mean all gods people. 輝ける日々から。 テーゼアザデイズオブアワーライブズイト式デライラ、デリラザヒットマン、ザヒットマンビジュビジューショーマスト、ゴーオン、ザショー、マストゴーオン、クイーンイニュエンドディスクックス、2019年2月21日閲覧。ロッキングオンを読む、クイーン特集、完全ディスコグラフィー後編、ザゲームから、メイドイン、ヘブンまで、全文公開。ロッキングオン。 2019年1月19日閲覧、ありがとうございます。